週刊ヨーロッパツ、戸佐和成です。今週もよろしくお願いいたします。今週は、この方々に来ていただきました。自己紹介お願いします。石田こです。よろしくお願いします。後です。願すお願いします。お願いします、はい。お願いします。今は。うん、はい、六月2日、木曜日。夜の11時半ぐらいですね。はい。 ありがとうございます読んでいただいて久しぶりですね、シューローズ。おお。トサさん、お仕事終わったばっかりでちょっとお疲れですかいやいや。今帰ってきたばっかりなんですよね。全然疲れてないんですかあ、本当ですか大丈夫。はい、ありがとうございます。最近は中川さんに2週出て,、うん、出てもらってまして。ね。うん、なんか評判がいいと2週続くんだな、みたいな。なんか。あ、いえいえ、うん、その評判で。<laughs> 評判で言うとその、うん、何一つ聞こえてきてないですけど、<laughs> <laughs> そうなの、そうなの、そうなんですか。いやいや、なんか嬉しそうだったし、こうあのー、警戒だったし、長谷川さんこう、うんうん、なんかあな,なん出たのか言ってないんだけど、いなんか、うん、なんかすごい嬉しそうだなとか思いながら、うん、<も>大変ありがたかったです。まあまあいやでも嬉しいですよ。それ僕も嬉しいですもん、ゲストで、うん、久しぶりだしね、こう。 われたのはちちゃゃんんいやそうだよ土佐さんに会うのも久しぶりだもんまあ会ってないけど今リモートだけどああ NHK のねちょっととあるお仕事で、うんえー、そうすれ違いだよねだから僕撮影終わって帰って<ー>土佐さんはあのねはいスタジオ入りするみたいな楽屋入りしたところでちょうども帰るみたいな感じでリフォーマリフォーマズ そう、それ以来ぐらいじゃないですか、そっからだって喋ってないし、うん、そうなんですよ。確かに誰ああ、そんなことない、この前、だから久しぶりに京都行ったのよ。ああ、見たいですね。え、あのー、えっ、ー、と、あそこ行きました、カフェパランさんは。行った。あえと、土佐さん、一日テンションしたんですか、もしかしてもう。ああ、してない。 ああしてないないんかそんなことをするかもみたいな、うん、なんかあの噂があったりなかったりみたいなそうそうそうだからヨザ、うん、さんとそのパラの店長のヨザさんと、うん、はいもう2年前からその話しててうーんいまだに実現に至ってなくてうーんなのでまあでも近いうちにやりたいなって言ってるんではは、うん、はいはい、はい、うん、まあね今日だから生配信でね本、うん、次回本公演の。 ことも。発表なったし。そうですね。発表なりましたね。ゴーレムね。再演です。あんなに優しかったゴーレムの再演。稽古中とかになるかな。なんか、ね、それいいですよね。僕も。なんか、言われましたよ。柚子さんに石田さんも来てもらっていいですかみたいな。あいつで来なあかんで。あいつか。あいつ、なんも特徴ないからな。いや、でも、でも、あいつで来てくれなあかん。で あいつ騒がしいやつやしなだからえっ店員じゃないってこと僕いや僕石田は店員じゃえだからとささんはもちろんだって役的にもだから店長ですから一日店長するってことでしょそうでも僕一人やったら不安やから、うん、絶対莉子ちゃんは来てほしい <laughs> あ確かにね、うん、まあまあバイトバイトとしていやそれはいいですけどで僕も ますって言われてえだなんだだから俺も一日定員みたいな感じで思ってたけど客としているってこと僕はもちろん役としていくよいやしんどいな席にいるってことですか石田さんいやそうなるよね僕だって役で行ったら定員じゃないやん定員じゃないよそれむずない なお客さんとしているのかな。え、でもさ、それ役としていてさ、ドロしてみました。土佐さん。うん。ドロドロしてみました。<ど>あの、すごい面白かったです。ドドロステ?。嫌や,やな。こいつ。この店長。<laughs> 加藤やったっけ加藤。うん。ドロステって何ですかね?。加藤嫌や,やな。<laughs> 加藤でいるの嫌やな、うん。いや、もちろん加藤、加藤店長よ。 加藤全長はだるいかも、うん、相当めんどいかもなお客さんでもそんな土佐でいってる方が変じゃないうってなるよえ変じゃないかもいやー役でいきたいな <laughs> 土佐さん写真撮ってください写真撮ってください土佐さんえぼ僕とですか しんどいなしんどいなやっぱしんどいかもいかんかも、まあ、断るかなまあそれはちょっと仕方ないかなぱ意味がわかるや意味わかるけどなまあ与座さんと相談かなそここは要は相談でお願いしますちょっとしんどいと思うんでそのお客さんが でも店長やってんのは加藤やなめちゃくちゃ嫌やし<う>加藤。加藤が面白いやつだったとは思えないしね、なんか。うん、加藤は,は別に面白くない、<laughs> あいつは。あいつはだってもう全然そのテレビもさ、うん、未来テレビもさ、使おうともせんしさ、うん、もう俺はなんか未来のこと知るのは嫌だとかさ、うん、全然思んないやつやいやでもあいつ普段めっちゃ楽しいからな。<laughs> そりゃそうやろだって自分でさ店出してさ店出して趣味で歌歌ってさうん最高いでそれそれだけ最高の人生やろほかほかないですかほかボルダリングとかやってるしボルダリングやってるんですか週末はゴルフゴルフもやってんのうんボルダリングやってる気配なかったけどね平日は夕方で店終わるからうん 終わってからボルダリングいった <laughs> 三条商店街の <laughs>、うん、四条河原町の四条河原町の市 <laughs> 条河原町の嫌 <laughs> や,やな加藤の店はあいつめっちゃ充実してるんよ割とモテるし いやいや、それは別にモテるんや。うん、もうそれはいいけど。でもその、女の人に送ってみたいな感じに見えてるけど、全然そんなことない。<laughs> あれ、あの日だけない。あの子に対してだけ。ご近所さんやからやっぱり。<laughs> あまあまあ、そうない。うん、好きじゃない人にはモテるタイプですね。いやいや、好きな人にもモテるやつ。えー、<laughs> いやどういうこと, <laughs> ううこと床屋のお姉さんにだけはちょっとやっぱ送ってになってしまう。<laughs> <laughs> でも引っ越したんよもう <laughs> 引っ越したよね引っ越したねもうあそこフルーツ大福屋さん <laughs> それリアル美味 <laughs> しいですようん。あの床屋さんねフルー大福屋の娘と次は恋をする <laughs> リハ店かああまあまあまあちょっと一日店長するときはちょっと楽しみだったんですけどちょっとお願いしますわ うん、いやみんな来てほしい、うん、未来未来人ももてほしい <laughs> いやほんま役は俺も,もうほんと願い下げですねもうほんまにめちゃくちゃだるいですもんもうそっかうんだからパランでラジオドラマ書いてて、うん、ラジオドラマサッカーショーラジオドラマサッカーってなんだまず <laughs> そのラジオドラマのだけで食えへんやろたぶんどうじ 登場人物のうち唯一の既婚者という裏設定がある。うん、あ、そうか。既婚者やったんや。うん。んかあー、そっかー。か約深掘りしてないな、自分で。一日店長やるときは、うんあの、奥さん連れてきてもらって。あ、確かにね。うん。子供3人と。<laughs> 子供3人 <laughs> いや、面倒やわ。うん、まあ、そんなことがあるかもしれんってことね。でも。 必ずやりたいと思います7月ぐらいに7月8月ぐらいかなうんん。あそうそうでその時に僕カフェパランスさんにスタッフの中田君とちょっと打ち合わせというか相談乗ってもらいに行っててで2人で喋ってたらそこで住田さんに会いましたわうんあのヨザさんから写真が送られてきた後藤ちゃん見たやろ うんめっちゃ痛いの後上田さんも来て、あ、うん、そうなんだそうですそうですえー、あそれは別でというかたまたまなんや、ね、上田さん一人でたまたまあすごいねつみちゃんとかなんかもう、うん、目合わせてさあとどっか行ってさ、うん、全然なんかこう触れ合ってくれんかったわ <laughs> すごい久しぶりに会ったのに僕行った時いつも與座さんおらんのよああ なんかだから、その他の従業員の方、うん、まだこいつ来てんのかみたいなメダル。あなるほどね。こいつまで、よささんと会えへんな。ヨ <laughs> <laughs> よさ,さんに会いに行ってるつもりやのに。そんなことないでしょ。うしいんじゃないですか、うん、そうやったら嬉しいな。店員さんたちね。うんうん 素敵な女性スタッフさんたちパランの話ばっかりしてますけどいいんですかいやあかずっとパランの話楽しいけどあかんことないでしょうけどあかんことないあこれ怒るからなあの人なんか怒るんだよなずっと楽しい話してたいからいいけどねもうこれでっ 中川さんが提案してくれてやっぱメンバーへのアンケートっていうコーナーがあるからさはいはいはいあアンケートなんですねそうそうそうもうやらなかっためっちゃ怒るかなもうアンケーいっぱいしゃべりたいもんだってもうトーサさんと久しぶりやし最近何してんのとかさアンケートやらんとね怒るいやわからんやめる 逆に喜んでくれるかも知らん <laughs> <laughs> またねそれできっかけになるもんねおいおいおいっつって言いにくる、うん、中川さんはねやっぱ聞いてくれてんのよ、うん、毎週そういうことよねだからこれでやらんかったら中川さんでも相当、うん、また喜ぶんじゃないそのいや、どまた俺収了出れるはこれでって思うやろうしさ、うん、だからまあどっちにしろ多分喜んでくれるからどっちでも <laughs> そっかそっかうん <laughs>、うん、それぞれ違った喜びがやっぱりなるほどいいねあ、うん、ってないな,なんかあ長野さんとかに会いましたけどねそういえば、うん、健康診断で一緒になっああ健康診断ね、うん、あ行きました健康診断健康診断行ったでもううんそのここ2年、ね、行ってるとこと変えたのよほう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 うん そしたらあれ心電図取ってさはいその胃も見てくれるやんバリウム飲んではい今バリウム飲みますねでちゃんとそれをもう見ながらお医者さんがちゃんと説明してくれたえあはいその場でその場であもうすでにもう見れるってこと自分もそう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 えいいいいところですねそれすげえ安心する おでもその場で分かったんだじゃああの胃の状態がそうそうそう,そうあ綺麗ですねとかええー、いいねその安心感すごかったなわあなかったやんドキドキまあまあ結果出るまで結果出てもさ結果出ても何が大丈夫なんかあんまよくわからんや、うん、まあその判定がねあの A とか B とか C とか出るんで、うん、あ,あここはよくないんだぐらいはわかるんですけど、うん、確かに そういうこの影が怪しいですねとかああ実はこういうのが映ってますよとかは全くわからん肺きれい綺麗ですねとかへえいいなやっぱもう気になってくるもんねこう、うん、健康で痛いからねそうだよほんですよ健康ですよ、うん、あの美容のね話もなんかしてたでしょうけど、うん、先週、うん、美容と健康 だからうん、美容は大丈夫よ美容は私もねちょっとそんなにこう丁寧にやってないけど、うん、まあお風呂上がりには化粧水やって、うんうん、そのーとバー油バー油,バー油塗りたくってる、うん、顔に馬油体に顔とかももうあらゆるところにうん、うん、そのあれは何使ってんのその化粧水とか乳液とかは はもうめんどくさいから無印良品のオールインワンはいはい、はい、あオールインワンうんあその辺はじゃあもうちょっとこうあれなんですねあの男っぽい感じでやってるんですねまあちょっと化粧水やって乳液やって、うん、2>, 2個はちょっとうん <laughs> <laughs> 一発<で> <laughs>、はい <laughs> いやいやその顔の美顔のあれが美顔ローラーみたいなわやってるじゃないですかやってる,ってる、うん、それやる人間そうに化粧水やって乳液いけるでしょうん何やったらあのあれ使ってます最近なんかこうコットンみたいなもう手でダッシャーみたいなんじゃなく、うん、あんまこすりこするもよくないらしいんですよねまあ抑えるというか染み込ませるっていうだけそうそう,そう。うん。 でも、染み込まないらしいですね。そうなのらしいですよもうだ。誰が言ってんのそれ 1> <laughs> 1。1ミリも染み込んでないらしいです。誰が言ってんのもうほんまにもう,もう相当やってやっと1ミリ染み込むか染み込まない。もう皮膚のもうちょっと表面だけらしいです。誰が言ってんの誰が言ってるんやろうな、これ。<laughs> <laughs> 誰が言ってるか知らんけど、なんか。 ネットネットの情報そうかうんまあそうだなね、いやかる本当に肌どんどん汚くなっていくもなんか白うちにシミとかできてるな、うん、いやもうめちゃくちゃあるうん、うん、もう次はシミ取りをしようと思ってるいやシミ取りでも本当にあるよねいや,いや分からん僕ももうシミだらけででもそう、うん だらけなほんまにもう嫌やもん自分の顔見るのももうでもそんな自分好きになろうって思ってるそれが健康かなって分かるやろそれが一番の健康かなもう今目指してるのはもうえ脱毛としみとり あそれで言うとヒゲ脱毛しましたからね、私。そうね、だからヒゲを残したいのよ、うん、僕は。うーん、<う>なるほど。全身脱毛と、はいはい。染み取かないやー、おも,もう、すね毛とかはいらんな。太もも毛はいらんな、本当に。いらんよ。太もも裏毛、後藤さん、ごめんね。<laughs> 大丈<夫>どう男子のも,剃ってますもん、ね。夏、そってる。 ねえ、うん、その男性の無駄毛に関してどう思ってるのどっちででもいいです、うん、ああなるほどじゃあそれはある意味こう寛容だよ<か>、うん、その本人が嫌ならなくせばいいし、うん、あー別にヒゲに合う人ヒゲとかまあ別に似合う人もいるじゃないですかタイうん、うん、いや寛容だよ、うん、怒られるな中川さん <laughs> <laughs> ごめんごめんとささん。いいよ。今日終わりですもんこれで。や優しいからとささんがずっと喋らせてくれる。聞いてくれるから。とんそうなのよ。もうやらないの。うん？気になってる芸能人ですよね。有名人でしたっけ？うん。気になえな何だっけ質問。何でしたっけ？最近気になってる。最近気になる有名人ですよ。最近気になる有名人。いいんじゃないですか？いやいやいや喋ろ。う やりました。みんなにはアンケート書いてもらってるのね。まあ、それはそうですね。もらってますよ、皆さんから。じゃあ、ちょっと聞いていこう。そう、みんなのやつ聞いていって。中川さんなんてめちゃくちゃ長文で送ってきてくれてます。中川さんから聞こうか。その理由とかはそんな別にいいかな。めちゃくちゃ来てるのにな。はい。 本まかの石塚さんです。ゆうん、の人という印象だったんですが、最近毎日インスタでいろんなキャラクターにふんした写真をアップしていて、それがめちゃくちゃ面白くて、えー、ちょっと狂気を感じるものもあって、それを見るのが日々のお楽しみになっています。ぜひ、えー、皆さん見てほしいです、えー。インスタかな,イン,タなインスタって書いてある。イ、えー、ンスタって書いて本か石塚さん。へ、うんえー。あすごい、本当や<ー>面白い。本当やな。あ、これやってるんだ。 うーんへえ確かにちょっと狂気感じるなほんとだあ全然知らなかったすごいねすごいな毎日これ毎日,かなこれ毎日かなこれ毎日かなあほんまや毎日や春樹0703がいいね押してるもん毎日 <laughs> <laughs> ほんまや <laughs> 小川夏美さんもいいでをしてる。えー、いや、これすごいな、確かに。ほんまや、すごい。毎日考えるだけでも大変やのにさ。確かに。これあ面白い。聞いてる人も見てもらいたい。おうわ、すごい。うわこれ見ちゃうな でも始めたのは2021年いやいやう11年前ぐらいです。そんな最近ですね。だから、コロナでおうち時間が増えたの,、うん、の。すごいな、毎日ってすごいな。ごい。てるのよし。長川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あと,ます <laughs> あとは、SNS つながりで言うと、うん、住田さんが店長をバズらせたいっていう。 知ってますからない。調べたら、TikTok の店長をバズレス、うんうん、バズらせたいって思ってる同じお店のスタッフさんがあげてるんです。あええー、その服屋さんの店長さんみたいで、うん、すごい可愛らしい女の、うん、女性の方の。やばい、もうその TikTok, TikTok で調べてみてください。TikTok をね、え TikTok ってそのアプリをダウンロードしてなかったらあかんやろそうですね。でも多分<ー>ッ、えー、Twitter とかでも見れるんじゃないですか、ね、あ、そう。Twitter で見れるのか ?Twitter にもなんかアカウントあるみたいです。店長バズらしたい。いやー、知らないな。さすがだな。ほーめん、TikTok をメインに投稿しています。本当だあった。えー、でも、<laughs> あ、そうかそうか。 ごめんなさいね猫が、うん、口いてるけど。え、うん、これ映ってるのが店長ってこと？映ってるのが店長らしいです。うん。はあ。いや可愛らしい女の子。そう。これなんか方言がめちゃくちゃ可愛いんですよね。あ、へえ。可愛い子やな。うん。なるほど。へえ。ええ。<laughs> なんですみちゃんこの子？ ね、どうやって見つけたんですかねうんまあなんか上がってきたりするんでしょうねおすすめとかなんかそういうあれでね、うん、広がってきたりとかしてやっぱでもそういう SNS とかなんですねみんなねいや多いですよ SNS で見つけてくる人最近こう気になる有名人でいうと、うん、あとはあとは、うん、あとは YouTube 系が多くて、ええうん、酒井さんが「令和の虎の社長たち」 え、うん、知らないそれ令和の虎の社長たちっていうのはマネーの虎みたいなことマネーの虎の多分令和版みたいな令和,へー令和の虎令和の虎チャンネルあんへーへーやばい知らない,知らないでも確かにねにあーひろゆきさんとか青汁王子さんとかが出てたりするんやね うんまあ確かに面白い企画やもんな、うん、そうねお金持ってる人がこう投資する動向のやつですもんね、うん、んやっぱでも YouTube になってくるんだねんなよく見てるなあとリコさんが、うん、古代ギリシャ研究家の藤村志進さん急に YouTube でおすすめされました多分<え>古代ギリシャが舞台のゲームを専門家が実況するみたいな企画 だそうです古代,古代ギリシャ研究家、うん、古代ギリシャ研究家藤村氏信ああ女性,女性のね女性の方ねうへえゲーム実況してるねだから結構、うん、ああでもなんかこうなんかちょっと若干コントっぽい感じのやつもしちゃってるな、うん、はあ<ー>みんな知ってるないろいろすごいね全然、うん ジャンルがバラバラやな。バラバラ。はい、ごめんな。うるさいからかな。はい。諏訪さんは、い中田敦彦さん。あっちゃん。えー、YouTube 大学か。確かに見ちゃうよね、ああいう一人いや、見る見る。もう見るね、YouTube。 なるしな分かりやすいしいや面白いよやっぱ見ちゃう結構見てるな僕も中田あっちゃんの積立 n i s は中田あっちゃんのやつでなんかいろいろ調べたもんなへえうんほど。本田さんがピースの綾部さんちょっとだけ YouTube で見たああ見た見た僕も綾部さんねこ YouTube やってるんやそう YouTube 最近始めたんですよね さんの僕も何度かこう植物連れてってもらもらったりまあね一緒に共演してますもんね土佐さんも、うんね、舞台で共演してそっから仲良くしてもらってたんで長野さんがフワちゃんだそうです <laughs> ええー、フワちゃん何でやろんでやろなんですかねフワちゃんも YouTube すごいやってますもんねうん ん YouTube なんかな ?YouTube 見てんのかテレビを見てんのかなテレビですかね。あとは、上田さんが劇団ひとりさん。ああえー、えー、劇団ひとりさん。芸人さん多いですね。うん、そうね。まあ芸人さんのチャンネルがやっぱ。でも、ね、劇団ひとりさんって YouTube やってないよね、多分。やってないんじゃないかなやってなさそうな。 あとは西村さんが。あ、西村。はい、西村。最近気になってるのは、韓国の俳優、シン・ハギュン。怪物っていうドラマが面白くてハマって見てたんだけど、渋くてかっこいいし、色気もあるし、とにかく演技がすごいから見てほしい。<laughs> 怪物。僕、西んとはね、あのー、韓国ドラマ、結構、韓国ドラマトークをしたりするすあ。そうなんですね。 する、あれ見ましたとか、あれを。でも怪物、まあ、最近にしゃんあってなかったっていうのもあって。なるほど、怪物ね。シンハギュン。シンハギュン。ンュンめっちゃかっこいいですね。トッケビのこと話したりとか。うわぁ日ッシャンの好きそうな顔やな。ふふふふ。ほぉ。でも、ニッシャは、あの、おじさま好きやからな。いや。 わかります池す池でねいやー知らない私はもうでもみんなとんかこう漢字似てるな YouTube ですけど、うん、クッキーさんああ<ー>うん痩せ爆弾やばくのクッキーさんのもう YouTube ですねこれはもうめちゃくちゃ見てますね、うんうん もうとにかくなんか YouTube でなんかこお買い物したりとかなんかこう作ったりとか、うん、あと小峠さんとずっと喋りながらなんかものを作ったりとか、うん、あの革ジャン買いに行ったりとか、うん、なんかすごい楽しそうだし、うん、あのね小峠さんのこと友達やとかって言って、うん、趣味が似てる人とずっと一緒にいてっていうそれを見てるだけでなんかこっちも幸せになるから。うん いいなこういうのってすごい思いながら見てるあとスタッフさんともなんかすごい仲良くてこう女性のマネージャーさんいるんですけどなんかこう革ジャンプレゼントしたりとかクッキーさんいいなあと思いながらまあ全部その趣味が全部男の子っぽい趣味やもんねうーん僕別にその趣味があるわけじゃなくてまあななんやったら全然こう 僕はそういう趣味はないあの、クッキーさんが好きなものとかってそんなにこう興味があるものではないんですけど、それでもこう、すごい楽しそうに見て、うん、あのしてる感じをずっと見てられるというか、うんうん、いいなみたいな。僕も見てるよ、うん、クッキーさんの。ああいい、いいですよねか<も>なんかねなんか。なんかそのチャンネルのタイトルがよく変わるから。<laughs> <laughs> 今心を,込めてかな心を込めてになってるなうんうすごくいいんですよねなんかこうね仲のいい人とずっとこう一緒にずっと言いれるみたいな、うん、あるじゃないですかやっぱこううん,うーんなんかそういうのいいよな,いなうん。なるほどねグッキーさんですね後藤、うん、ちゃんは えー、私もティックトックですけど、うんうん、YouTube もやってるあの。エルフっていう芸人さんわかりますかああ、かるよ。<の>えー、荒川さんっていうの。ややるのやる,やるのね。やるあるあるやってるんですけど。うん、ああ、エルフやるんへの憧れがやっぱあるので。ののでえー、えー、ギャル憧れあるんだ。やっぱ愛知の田舎育ちっていうのであるんですかねわかる。 感じが。全然ギャルではないでしょ、後藤さんは。だから、憧れるんです。ええ。その。月に一回ぐらいはギャル日みたいな、したらいいじゃん、その。あ、めっちゃやりたいですよ。今日はギャル日だみたいな。だから、ヒョウ柄とかめっちゃ買うんですけど。ヒョウ柄買うもんね、よくね。そうです。ヒョギャルっぽいなと思ったもん、確かに。あ、本当ですか、じゃ、あめっちゃ。成功してますね。 <laughs> えとささんはどうですか。もう今一番好きなのはあの川上健信。川上健信。健うん。え、野球選手でしょ。これ野球選手ね。ですよね。うん。川上健信さんの、えー、カットボールチャンネルっていう。へえ<ー>。え、YouTube ですか。YouTube。え,ー、えも 引退されてますよねもう引退されてますねいろんな人の野球の人のいろんな人の YouTube チャンネル見るんやけど、うんはい、断トツで面白いねへえ川上健信さんトークが面白いあーなるほど、うん、まあその現役時代とのギャップがあるっていうかねほう<ー>やっぱねプロ野球選手がね、まあ、前も言ったんやけど、うん、まあ元プロ野球選手ね みんな軒並み YouTube を始めてて、えー、まあそこではねやっぱ本気で喋ってくれるんよねその裏側のはい,、はい、はいはいはいテレビのニュースではとか解説とかではそっかそっか言いにくいもうちょっと一段深い本音のことを言ってくれるからうんう一生見てしまうなるほどねしかもあの,あの時のあの勝負がどうやったんだとかもあるわけや。 <laughs> そ,うそれもあるし、だからね、うん、最近、佐々木朗希投手が完全試合やったら、うん、その完全試合についても結構、まあ、時間関係ないしさ、はは <laughs> はいはいはい,はい、はい、テレビやったらみ短くまとめて言わなあかんけど、それをなんか、うん、ああだこうだっていうのをいっぱい言ってくれるから。なるほどね、うん。やっぱりいいよ。だから本当に役者の人が、うん、演技チャンネルみたいなやつやってほしいもん。 あ,うん、あんまりやらんな確かにやってないですねんあん時のあの芝居がどうでとかもやってる人いるんやろうけど、はい、あー<も>確かにねみたいもんでもまあなかなかそのね、うん、みんな現役やからさ基本的にはそう,そうね、うん、ああ引退してる人がいないからさ語りにくいんかもね、うんうん、だから俳優を俳優引退したらいけるのか はい、でもでもねあんまないよねいや<の>ないですね、うん、お芝居のあのシーンのあそこはこういうことがあってとか、うん、裏側ありますもんね実はねこう,ああうん実はあのテイクはテストでもやっててとかね、うん、ドライの時にいろいろ考えてみたいなのとかあるでしょうしね、うん、で今も別に映画とか見てさドラマとか見てさ思うことあるけどさ、うん あんまりいい感じのするもんじゃないというかさなんか誰が言ってんねんもあるしほん本当にこれどううわこれワンカットで撮ってるうわってことはこれずっとこれやってんのかみたいなんとかそういう裏側で見るときありますしねうん、うん、あそういう見方しちゃうんだよなうんでもあったら見ちゃうけどな 終わろうか、うん、いやありがとうございます。うん、楽しかったです。はいありがとうございました。はい最後に告知をさせていただきます。さっきも言いましたけども、ヨーロッパ企画第41回公演、あんなに優しかったゴーレムが発表になりましたね。えっと、プレビュー公演が9月の10日ですね。そこから、えー、2ヶ月、11月の6日まで、立冬、京都、東京、 新潟、埼玉、横浜、名古屋、大阪ですね。2、4、6、八都市。あっ、都市も回るのね。ね。結構回りますよね。はじ、うん、めましての地域も多いもんね。多いです。新潟、新潟埼玉。埼玉。うーん。二つか。うん, <laughs> うどんな。どんな感じですかね。新潟。新潟はそうね。ねえ。 楽しみだな。もうちょっと楽しみですけどね。埼玉ってね。埼玉ね。うんまあ、玉もう東,東京からそんなに離れてないから、うんうん。楽しみだな。こちらよろしくお願いいたします。チケットは7月下旬以降に一般発売が始まります。はいまあ、少し先になりますけども。 よろししくお願いいたします,しますそして、これは9月の4日に更新か。ですよね9月 ?6 月、はい、あ 6, ?6 月4日に更新ですね。今日の夜とね、6月4日土曜日の20時20分、下北沢トリウッド、うん、ドロステの果てで僕ら2周年記念上映していただいてるんですけども。そうだ はい、土佐と山口淳太監督が、四日は、うんえー、上映後舞台挨拶させていただきまして、六月五日は。十、えー、時二十分の回終わりで、中川さんと山口淳太監督が。舞台挨拶をします。二<ー>年ですね。二年経ちましたね。うんすごいね。二年経っても、まだ賞を取り続けて。最近ね、テレビでも取り上げていただいて。ね 佐久間さんがまた紹介してくださったら、またすごい多くの方が見てくださってる。ねえ。本当に。ありがとうございます。ありがたいです。そういったところですかねはい。暗い度見てくださいという感じです。私は。お願いします。次は何ですか次は。次 釣りは釣りを流れました。流れましたかうん。戸塚さんかじゃあ。戸塚さんの前編ですね。おお。あ、やっぱ前後編になるんですね。ね。戸塚さん、やっぱこう、面白かったですね。さすがでしたね。ぜひ、見ていただきたいと思います。はい。石田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんね。本当に。ありがとうございます。 ではまた次回も聴いてください。さよなら。